はい、皆さんおはようございます。おだて養養所のモンマルニル吉です。本日のですね、作業は、また、モンマルの過去曲の懺悔っていう曲があるんですけども、モンマルが実はあのビジュアル系をやっていた時の楽曲です。で、この楽曲の再開をするために、ちょっと点検をしていこうかなと思うんですけども、この曲結構代表曲だったので、あのしっかり作っていきたいなと思ってるんですけども、ですね、2020年10月の13日にベースをこう再収録していたという形でした。で、音作りもやっぱりちょっとね、まだ拙い感じがすごいんで、ここをちょっとやっていきたいと思うんですけども、ここですね。そろそろ別のイコライザーを覚えてみようかな。アナライザー付きのやつがいいな。ニュートロンイコライザーもよく使ってるんですけど、ニュートロンイコライザーもやっぱりね、あのこのちゃんと、スペアナが出るというものですのでね、これも使いやすいんですけど、この復習になりますけども、あのこのまま 70Hz ぐらいを中心にしたピークで、ディップするとキックが顔を見せます。でこのベースユーロって書いてあるのでスペクターのベースなんですけども、結構ミッドが厚いんですね。なので200ぐらいをまずカットすることで、厚ぼったさがかなり軽減するはず。で、ちょっと広めで、広めでちょっとミッドを薄めに。こうすることで少し後ろに行きます。こんな感じかな。太陽をそよ風、この手に
クの音があんまり好きじゃないな。これバタバタしてて、うん、いいとこ押さえてるんだけど、この辺がなんだ、この辺が、そう、この辺がもっと厚みがないとダメですね。70、260とか、ちょっとなんかこう落としてる場所が、うん、こんな感じかな。じいちゃんを入れてんだな。うん、じいちゃん的には OK。で、コンプ感がもっと欲しいですね。最近ね、あの、クレイクウォークのあの、このソニタスコンプレッサーの使用頻度が高すぎて、相当なんか使いこなしてきた感がある。うん、こんな感じでどうだろうか。ボーカルがかなりこうピッチが不安定なのが気になるんですけど、今日はちょっとそこに行く前に、ニューギターって書いてあるんで、ギターを収録し直したんでしょうね。じゃあバス P で押しましょうかね。
つだ。これ今の音量でこの他のパート、ベースとドラムの音量と合わせます。まずで、こうしたときに、かぶってんなーっていうところをカットするんですよ。音量で合わせてから邪魔な帯域を切るイメージ。で、邪魔なのは実はこの120から180ぐらいっていうところがあのベースの領域なんですよ。これカットしてない状態。これカットしてるとなんかベースが自由度を獲得したなって瞬間があるんですよね。そこまでやれば他のパートは OK ってことになると思うんで、3K はあのギターのちょっと痛いところがあるはずなんでカットし、広めの広めの範囲を広げてあげると。で、ここの範囲をいじるときに、注目するのは、シンバルとかの範囲の成分とギターの範囲の成分がどんなバランスになるかなみたいなのをちょっと見ながらやります。さらにダイナミックスで76コンプとかをかけてあげると結構ね、あの ちょっとシャキシャキ感が増すんですよね。スネアもちょっとパッツン感が欲しいんでコンプかけましょう。
ちょっとだいぶアタッキーかもしれないんで、リミッターかませます。軽めのやつがいいので、テルがいいか。瞬間ピークを抑えるためのものだけです。これはまあセーフティー的な。はい、じゃあこんな感じですかね。でこの3つですごいバランス良くなったんだけど、今度別のパートが入ってきた時に乱れた時はこの3つとの兼ね合いをつけていくって感じなんですよ。この今ストリングスが混じると急にその空間が崩れる感じが出るんですけど、そこに惑わされない。ちょっとこの主軸となるこのバンドの音に対してどうかっていうものを作っていくっていうイメージですね。じゃあ本日はこんなところで。